こんにちは、アニです。今日はですね、ソフビのセット、栄光のニュージェネレーションヒーローズセット1、2、3、こちらを一気に見ていきたいと思います。いや、バンダイさん思い切ったことしたね。ソフビセット3箱いっぺんに発売。まあこれで全部ね、ニュージェネヒーロー今までのやつが揃うっていうところではすごくいいセットだと思います。で、セット1のラインナップはこういった感じで、ゼロ師匠、銀河ビクトリー X で、ここにオーブが来るのかなと思いきや、1個飛ばしてジードになるっていう、そういったラインナップになってますね。で、この箱だけね、ちょっとお高くなっていて、多分ゼロのマントの分だけ高いんでしょうね。で、ニュージェネレーションヒーローズ5戦士が集合、限定メタリックカラーということで、まあ今まで発売されたものとは違うね、カラーリングになってるっていう、まあこういったところでもコレクションする意味はあるんじゃないかなと思います。で、後ろ面見るとこんな感じで、まあ、パッケージングされているヒーローたちの写真と、あとデータですね、身長、体重、必殺技が載っております。そしてセット2がこれで、弟子の Z が真ん中にいて、ロッソ、ブルー、オーブ、オリジン、そしてリブットがここに入ってるという、ちょっと変則な感じな流れのね、ラインナップになっております。そして最後が、セット3なんですけども、セット3はトライスクワットね、ここに3体いて、そしてトリガー、デッカーという感じで、これでね、ニュージェネレーションヒーローが全部揃うという、そういった感じになっております。それではもうね、一気にまとめて全部開けていっちゃいましょう。はい、出しました。いかがでしょうか。いや、これはすごい、めっちゃゴージャスだね。全部くるみ塗装なのよ。開けた瞬間に塗料の匂いがプーンとしてきてね、やばいね。いや、こんなものを一般販売で出すとは思ってなかった。ぶっちゃけ何かしら成型色に仕掛けがあるのかなって思ってたんだけど、買って帰ってきてからパッケージ越しに見ても、なんか全部塗ってるっぽいなこれって思って、で今開けてみて、それで何個か割ってみたんだけど、やっぱり全部フル塗装です。いや、ほんとね、これはどうしちゃった、何が起きたんだっていうぐらい気合が入っていて、いや、すごいよこれ。絶対買った方がいい。再現度とかそういうこと気にする人はダメかもしれないけど、再現度とかそういう世界じゃない。これはもうずらっと全員メタリックカラーで並べて万歳っていう、そういう世界なんですよ。言ってることわかるかな。まあいいや、一個ずつ順番に見ていきましょう。まずはゼロ師匠です。マント付きになっていて、全体的にね、明るいカラーリングですね。マントの色、前に配られたんだっけ、あれよりも薄い水色っぽい色になっていて、ボディメタリックカラーですごい綺麗、いいですね。マント、マント取るの嫌だな、なんかよいしょ、ちょっと塗装ハゲが起きそうで嫌なんだけど、頑張って取るとよっと、こういった感じになります。後ろ側はまあそうだよね、省略で半分塗装になっていて、一応一般販売の遊び倒してるやつなんだけど、持ってくるとこうなって、後ろ側ね、昔のやつはすっげー塗ってるんだよね。だけどこれもうフル塗装だから、こう上半身下半身だから、こう比べること自体に意味があんまりないと思うんだ。意味はないと思うんだけど、一応ね、どういうところが、ね、昔のバージョンと違うのかっていうのを見るっていうところでは意味があるのかもしれないね。青いラインがなくなってたりとか、あとここの下っ側の部分の赤いところがね、こう塗りつぶされてたりとか、そういった感じですね。次はウルトラマン銀河です。銀河はね、このメタリックの赤がすごい落ち着いた色で綺麗、かっこいいね。後ろ側は真っ赤っかになっちゃってるけどね、この色で昭和ウルトラマンを完璧に作ったらすごいいいのができると思うよ。いや、素晴らしい。で、一般販売のものを比べるとこうなるんだけど、これはね、比べちゃいけねえっつうか、まあ
ね、銀色のラインがすんげー省略されて小ざっぱりした感じにはなっちゃうけども、でもねこっちにはないなんていうのかな、ゴージャス感とあとその質感があるんだよね。いやいいよこの銀が。次はビクトリーです。ビクトリーの黒も落ち着いた感じなメタリックになっていて、いやらしい感じはないね。で色味が少なくなってるというか、下半身は一切色なしか、並べるとこういった感じで、下半身の赤いラインとかね、あとこのすねの部分の V とか、こう銀色の塗装がなくなったりとか腕の部分なくなったりとかっていう感じ、うん、クリアカラーとかでこう出てくるビクトリーに近いようなそんな気がするね。まあ色味が少ないところでちょっとこう石像チックな感じにも見えるかもしれない。次はウルトラマン X です。 X はね銀色の発色がすごいビカビカで、一般販売と並べるとこういう感じになって、まあ、胸周りは結構ね同じような感じになってるんだけども、耳のこの青欲しかったね。このイヤホンみたいなところの青のリングがあったらもうちょっとこう顔周りが締まったと思うんだけど、それがないところが残念、うん、下半身はもうどれもみんなねその省略になってるから全然気にしないでいけるんだけども、うん、まあこの砂消しみたいなやつも僕好きだけど、やっぱり塗装している銀色は綺麗だね。次はウルトラマンオーブ、オーブオリジンです。これはかなり近いんじゃない、すごい全体的な雰囲気は一般販売と同じような感じに見えるけど、あここの赤とか外側のここら辺、ここで切るのも難しいだろうって気がするんだけど、どうなんだろうね。そこら辺が省略はされてるけど、でももうほぼ一般販売のものと同じカラーリングに近いような感じで、うん、それでいてメタリックだからね、やっぱ銀色いいね。なんか宇宙人感がすごく強く出るというか、ヌラヌラした感じがいい。次は湊兄弟です。ロッソフレイムとブルーアクアなんだけど、これはね2人並んでなんぼっていうところでしょうね。赤と青のコントラストがすごくいいです。で一般販売のものを並べるとこうですね。胸のなんかここら辺の部分、塗装入ってるか入ってないかで、まあ全体的に赤み青みが強くなってるような感じに見えるかな。あとここら辺か、ここら辺の銀色のラインも赤と青になったりとかで、まあ多分その色としての赤青を強めていこうっていう、そういう作戦なんじゃないかなと思います。次はトライスクワットの3人、タイガ、タイタス、フーマです。この3人はいいよ。いろいろね変更されてるんだけど、その変更がね全然気にならないっていうか、まずタイガなんだけど、タイガめっちゃ綺麗にきちんと塗装されていて、もうここら辺のラインとかもねかなりいい感じだし、あと胸のここら辺の部分もしっかりと塗装されてるし、まあ足のねここの赤い部分を全部銀色に塗り込めちゃってるっていうところとかでも、もうねここ銀色に塗装してるからね、塗装してるからもういいんだよ、もう大体の雰囲気が合ってればいいんだよっていう感じで、もうタイが最高。そしてタイタスもこれもね多分ねこの状態でちゃんとそれなりに成り立ってるからこれでいいと思うんだ。で一般販売のタイタス横に持ってくるとこうなって、まあラインがねこう黒いのがこう入ったりとかで確かに綺麗だし、ここら辺の金色があったりとかでゴージャスに見えるけど、でもなくても大丈夫、全然 OK、 もうこれだけでタイタスってわかるしさ、うん、いやすげえいいよ。そして最後フーマ、フーマもともとさっぱりした感じだからさ、ほらまあこの辺のね下半身の色がないっていうのはあるけども、でも特別感はねしっかりメタリックで出てるし全然 OK です。次は Z さんです。 Z さん完成度高くね、これあれかな、司会進行的な感じでこれから行くから Z さん気合入ってんのかな、一般販売並べるとこういった感じで、
下半身かなりいいよね。タイガも良かったけど、すごく力が入ってる。で、上半身もほぼ省略ねえな。もう一般と、あ、ここの赤がないとか、そんぐらいで。いや、これはすげえな。むしろここで切る方が大変だろうって思っちゃうんだけども。うん。ゴージャス感あるし、一般販売とほぼ変わらないっていうところで、Z さんはすごい。次はウルトラマントリガーです。メタリックの紫がめっちゃ綺麗だね。この人もゴージャス。一般販売と並べるとこういった感じで、もう色味がねメタリックになってるっていうところでだいぶ雰囲気が変わっていて、まあ省略もあるけども、でもその省略が分かんないぐらいゴージャス感が出ていていいんじゃない。次はウルトラマンリブット、まあ、一番お顔つきが昭和した感じなお顔してるから、なんか落ち着くというか、なんていうか、銀河の時に行ったんだけども、まあ、このねメタリックレッドで昭和ウルトラマン作ったらこういう雰囲気になるんじゃないかな。で、一般販売のリブットを横に持ってくるとこうなって、やっぱり成型色の赤と違って塗装してるからね、深みがあってかっこいいよね。塗装に関してはほぼほぼ一生で、やっぱすねから下か、ここら辺塗装が入ってないような感じにはなってるけども、でも あとこの辺かな、この辺の塗装が、まあ、ないぐらいな感じかね、うん、この人も出来いいね。最後ウルトラマンデッカーです。ちょっと前にメタリックで塗装されてるクリアとかあったと思うんだけど、それと雰囲気似てるんじゃないかな。で、一般販売のデッカー横に持ってくるとこういった感じで、一般販売のデッカーはねすげー頑張ってるんですよ。胸の部分グラデーションになってたりとか、あと下半身のねこの赤青銀の塗り分けとかすごくいいんですよ。で、まあ、どうしても成型色使えないから銀色でね塗り込めちゃった分、ここの外側の赤がこう使えなくはなっちゃってるんだけども、このメタリックのねやっぱりゴージャスさ、そして水色のメタリックがすごい綺麗で、やっぱ質感がいいと思います。はい、というわけで栄光のニュージェネレーションセット 1,2,3 見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。いや、これはねもう最高のセットですよ。ゴージャスだし全員一気に揃うし、まあお父さんお母さん的にはね、いきなりこれ全部買ってくれって言われるとしんどいところあるかもしれないけども、そのねテレビ放送に合わせてこうセットを一個ずつ買っていくっていうのはありなんじゃないかなと思います。で、リアル志向の人はやっぱり塗装省略が気になっちゃうかもしれないけども、でもくるみ塗装だからね、全部塗ってるからさ、だからそれでこの値段は本当すごい頑張ったと思うし、こっからさらにねもう寄せていくってなったら1体2000円の世界になってきちゃって、ワンセット1万円とかなってきたらもうそれはプレ版の話でしょうってなっちゃうからね。だから僕は限定セットっていうところでその忠実に再現とかそういうのは求めてないので、これで全然十分ありだと思います。いや本当にすごいいいセットで、何個か割って見てみると中ね成型色みんな白なのよ。だからこれ全く塗装なしの真っ白のセットも一緒にっていうか今後販売してもいいんじゃないかなと思うんだよね。落書きニュージェネレーションセットみたいな、でね自分で好きに塗ってもいいし、子供がね、サインペンとかでグリグリやっちゃってもいいしみたいな、でちょっと塗装全くしてないっていうところでお安く販売とかあったら絶対売れると思うんだよね。自分で塗装剥いで真っ白にしようかと思ったんだけど大変だし、なんかもったいないし、絶対ありだと思うんだよな。白いのバッと並べるのすごい綺麗だと思うね。あと全部黒とかね、単色ものありだと思うから、ぜひぜひ担当の方見てるとは思えないけども、見てたらそういうのをねやってほしいです。はい、そういうわけで今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でバイバイ。